くなりやめて。ちょっと F4 が手応え怪しいんだけど。いいぞいいぞ。ここは人生を変えたい男女が集うシェアハウス。最後の希望50万円。つかみ取る金。これ大阪杯って俺も大好きなのよこれ。大好き。この、この時期にある G1 で、去年のその新聞当たってるし、モズベル。当たってる。そう。支給される新聞なの。でもね、去年も全て俺は大阪杯めちゃめちゃ気合い入ってますから。今なんで来てんの。大阪から来ましたから。そうだよね、めちゃめちゃ気合い入ってる。そういう理由で今なってる。でも俺今日はマジで当たると思う。今日は毎回言ってない。毎回言ってるっすよね。そうだ。いや俺も当たる気はします。目がすごい真っ青。その上でちょっと予想を聞かせてもらいますか。じゃあ1番からいきます、はい、スカーフェイスはごめんなさい、ちょっと格が落ちます。はいはい、1位×、はいはい、で2番レッドジェネシス、これもちょっと格が落ちます。で3番ヒュミドールね、これもかなりもう格は落ちます。はい、で4番まあこれ2番人気のジャックドールね、これ多分かけたい人いっぱいいると思うけど、私もかけたいと思ってます、こんなん怪物でしょ。正直メンツ的にはやっぱ厳しいと思う。うん、強いと思うけどね。うん。で5番赤い糸。赤い糸。うん。名前がいい。はい。なあ、はい、ちゃん。まあ、ここ僕は赤い糸は僕行きたいです。はい。あ、しかも赤枠ということで、うん、赤い糸。どうすごく演技もいい。うん。赤い糸。で6番エフフォーリアはもう断然一番人気で、うん、ここは俺はもう鉄板でいいと思う。逆にエフフォーリア選ばないのが失礼ぐらいなんですね。そう、そう、と思う、俺は。ここでなんか逆張り してる俺かっけえは嫌だ。あー、できないっすよね。で、7番ウィン・マリリンはちょっと体調が厳しいのかなと。あ、しんどいですか。うん、うん、で、8番ポタジェは、これはちょっとあるのかなと思います。名前がいいっすよ、はい、ポタジェ。その、紐、頭っていうか紐で入れていいのかなっていう。一着はないだろう。一着はないだろうなぁとは思うけどね。2000m 大得意な馬やね。で9番アリーボ。アリーボも怖いなぁ。まあ界隈では人気してるけれども格は落ちると思う、さすがに。で10番のヒシーガースはこれはちょっとあの本来海外予定だったのを急遽大阪杯にしてます。はい。11番のステラリアは、もう、このメンバーのジョッキーの中では一番頭がいい福永さんが乗り換わってますので、ワンチャンあると思います。怖いなぁ。福永さん、ほんまに買っとかへんかったらやばいのよ。はい、本当に一番考えて乗る人だから、うん。うん。12番、まあこれちょっと格落ちかなと。で13番キングオブコージは息子の応援してください。もう息子エフフォーリアの応援してください、お願いします。はい、14番レイパパレが去年の覇者ですね、うん、はい、これ僕推しです。レイパパレ推しです。で15番、で15番アフリカンゴールドは G3 で頑張ってくださいって感じかな。いやないと思います。でマカヒキは本当いつもお疲れ様です、調教師になる感じ。お疲れ様です。ということでちょっと長かったけど駆け足となりましたか。駆け足になりましたが、もう9歳なんや。また、そう、おもろい。確かに全体診断おもろい、うん、でも本当エフフォーリアとジャックドールを今回どうするかがポイントだと思う。いやエフフォーリア外したいな。また的にまたそれは今日はないと思うよって言ってた。買わなくていい。システム買わなくていいよね。もう2枠4番ってね、これ絶好枠なんですよ。絶好絶好絶好、マジで絶好。一番いい。いやいや本当に絶好。だからこのちょっと枠順見た時ちょっと揺らいだ。ジャックドールを楽に
行かせるジョッキーはいないと、うんうん、でもレイパパレは行くと思う、うん、ジャックドールを捕まえには絶対行く。でもやっぱこの予想してる時間が楽しいよね。そうっすね、映画ってもう実はね、こう旅行も行く前が楽しい、そう行く前が楽しいみたいな、まだ負けてないからそうやね、負ける前からね。だからなんだろう、もう負けてもなんかこの時間が楽しいから、なんか実質勝ち。ルール説明。それぞれに与えられる軍資金は50万円。軍資金の使い道は公営ギャンブルに限り、全員の資金合計が1000万円に到達した時点で企画終了。持ち金を失った人は即退場となります。勝利の女神は微笑むのか。魂の御殿です。気づくなって帰ってこいよ。カードを入れる。ありがとうございました。よろしくお願いします。メインこれっすね。6万円の。6号が来たらもうマジでほぼ全部当たりぐらい。ブルチャッチャッス212番ロードマックス206番保険をお受け取りありがとうございました。あ怖い、めっちゃ悪い人みたいはい、で今戻ってきて僕結局こうなりました。エフフォーリア軸です。エフフォーと赤い糸が軸で、エフフォーリアでレイパパヒシーグラスステラリア、これでいきます。エフフォー来ないとダメてか来るでしょ多分ね。赤多分赤枠やん。またほら当てまー、確かどっかのレースでクレン買ってます。だから渋々固め勝ってたと思う。なんで絶対来ちゃうでしょうの9万円。エリザベス女王杯の時に赤い糸って勝ったクレン赤とかで呪いはエリジョジャックドールがジャックドール飛ぶんじゃないかっていう想定で、でもエフフォーリアが1位とは限らんかなぐらいの買い目で、ジャックドールか行きたいな。ジャックドール消した、バイバイ。いや外したらなくなった。めっちゃ勝ったよ。だから6、5、6をもう頭だから、エフフォーリア頭ですね。もうエフフォーリアが1着に入ってくれたらもうどれかは絶対当たる。硬いっていうね。そう、6、5で入ったらもう大笑いですね。300万とかそのレベル。合計から言うと27万2000円ですね。いや、えぐいやろお前。めっちゃ言ってるよ。でもね、あえて買ってないのがアリーボとポタジェで、その2頭とも親がディープインパクトなんですよ。おあえて買ってないの、で、いやめっちゃ悩んだ結果、悩むぐらいやったら切った方がいいかと思って切っちゃったっすね。やっぱでもエフフォーリアとジャックドールとあと赤いと名前で選んだ、名前で選んだ。そう、アトレイパパレ、うん、もう僕も粒の素人なりに頭をひねりまくった結果27万円これに。絶対当たるでしょこんな。なんか当たりそう。さすがにね。ジャックドールとエフフォーリア。3連単で1分にしました。いや来た来た来た。来るー。頼んだ。大丈夫でしょ。大丈夫だよ。に顔バレ聞いた。
マリリンが入りました。いや、いいよ。奇数からね。奇数から入って、奇数から入ってくから。あー、ドキドキする。いや、マジでお願い。マジでお願い。狭いところに閉じ込められて馬が嫌がるっていう。だから偶数の方が若干。入りました。頼むよ、頼むよ、本当に。赤い糸来たらもう。いや、そうなの。6号で入ったらもう神ですから。待って、マイちゃんさ。マイチーは。ちょっと待って。いや、大丈夫。スタート、スタート、スタート。ゼロオーナー。マイちゃんゴリゴリ買ってるやん。マイちゃ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 ん。待って、俺もう今テレもう今スタートをどっちを見ればいいんだ。30万ぐらい。待って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 。スタート大事マジで。マジスタートが大事。自信ある言うてたけど。出ろ。自信はやだ。イグイ勝てたよ。はい。出たね。ちょっと待って。一旦待って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 。レイバーから出た。アフリカンゴールドがもう出口はアフリカンゴールドもうわーそうねうんほらいやいいねこれはいいこれいいよなんかいいジャックいかんでしょ絶対当たってよ絶対当たってよほらアフリカンゴールドが喧嘩すれば喧嘩すればいいすごいすごいやれ方が大きいんだよそうやねすごいやんすごい買ってんの心臓がめちゃめちゃなんぼえんちゃんだってマイちゃんってなんぼあったっけ金全部もうほぼ待ってほぼ待ってえ当たってよ絶対当たってよちょっと待っておいジャックドールやめとけあー怖い、まあ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 、怖いちょっとレイパパにかかってるな怖いよちょっと待って絶対来て絶対来てエフォーリア後ろからつけてきてますね、うん、いやでもエフォーリアどこ中段中段より中段下うんあいいぞこのままこのまま5は赤いやつ58秒でしょやっぱ早いよ早い外か早いペースは早い頑張れ頑張れ頑張れちょっと上がってけちょっとずつ前に行こうちょっとずつ前に行こうそうそうそうまだ大丈夫まだまだ大丈夫キングオブコース上がってるよまだ大丈夫ちょっとずつ上がってる赤い時とかああいいよいいよその赤いやつがウィンマリリンも上がんなウィンマリリンがジャックドールやめてちょっと F4 が手応え怪しいんだけどいいぞいいぞいいぞいやちょっと怪しいぞやばい待ってポタジ上がってきてる待ってポタジ上がってきてる4号車待って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 マジでマジであ、これはあかんないあかんちょっと待ってうわいポタジ全然ダメよ。これ、え？これクソ熱い。クソ熱い。待って。何これ。え、死んだ？ほら、また川田いらん。ちょっとして。ポンタジェ。89？多分89、14。89、14。待って。こんなん誰もやさないよ。これは当たらないよ。これはえぐい。えぐ。いや、9はやめてほしい。いや、8914だと思う。やだやだやだ。えぇ、ー、待って、そんなことある8914。8914やね。これでかい。8914やね。えぐっ。これやばいよ、これ多分。ばあちゃん休憩した。いや、これはちょっともうね、お腹が痛い。本当に。こんなみんな外れる。これは外れるやつ。え1、2番人気やったえぐ1、2飛んだんやいやもう飛んでよかったけどさ両方飛んだよこれえちなみにハウスの住民全外れいやこれは外れるでしょそういう買い方してないじゃんこれはなもなもなもてお見ちゃいましたおびっちゃいましたおびってるすごいすごいどこ行きますえぐいやでもこれはそんぐらいついちゃうこれはカメラマンさんがおびってますおびってましたおびってますやばいよやばいやばいまさかのポタジェまさかのそんなん無理やろ
スケベな買い方してんな。いやでもこれは流さないと買えないよね多分、もうポタジから。何してんのエフフォーリア。ちょっと待ってください。まえちゃん。もう何も残ってんのまえちゃん。数万円ぐらいしか残ってない。前にいるなんでそんなことしたの。タイミング悪かったな。タイミングが悪かったな、これは。だから今日ちなみに何本負けたの全員で。全員何本負けた。俺は10。10。8。18。9。27。で、28万8000円。50。大体50。10。60。65。80。今日は80万負けと全員ですね。この紙は80もっと80万やったその紙全部。そんなことある。えぐいよ。100人おもろいわ。マジでもうみんな残りどれぐらいですか大体。これ何個やったっけな。ここ20ぐらいかな。俺が10。もうない。もうないや。もう瀕死。あっちゃんもないな。でも一番やばいのはまいちゃんでしょ。うん、何もしかない。マジでだって一桁しかないよな。3万ぐらいしかない。8万ぐらいしかない。8万、9万。一桁しかない。えぐいやん。もうで、エリちゃんが20ぐらい残ってる。20ぐらいですか。10。多分もうちょっと。半分以下ですよね、でも最初の。うん、どれくらいだろう。それが。まあ150ぐらい。うんうんうん。あ、まあめっちゃあるな。めっちゃあるっす。だから全体としては絶対俺が巻き返します。うんうん。いや俺がだけじゃなくてもうみんなで巻き返さないと。間違いない、間違いない。そのハウスのさ、退去日がさ、最後その4月の何だっけ、17日だったっけ。うんうんうん。皐月賞か。1000万いかないじゃん。だから皐月賞でみんなのお金をこうガッと集めて、うんうん、その1000万になるような買い方をして、うん、そこでもう華々しく終わりという感じがいいんじゃないかなと思うんですけど。元気玉方式ね。そう、うん、もう一番最後にバーンと、みんなで合わせてバーンいったら、そうよ、うん、それがいいのかどうかっていう。200ぐらいでしょ。うんうんうん。2300、5倍にすればいいだけやから。うん、そう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 。絶対いける。みんなで行こう、うん、そう。力を合わせないとできないね。まえちゃんマジ心配せんでいいから絶対。絶対いける。一戦もだから2週間後の、はい、17日の皐月賞でもうみんなの金バーンと使って、うん、もう1000万いって、うん、もうみんなで笑顔で退去しましょうや。だね。俺はもう先輩に飛ばれた分と借金を絶対返さなあかんのでこんなところで諦めてない。諦めてないよ。まだ諦めてない。諦めてはない。絶対いける。最後17日最終日にもう大笑いで帰ると。ポタジェでいいんじゃない。めちゃめちゃいいと思う。もう飯払い私もう行こう。行こう。なんかカメラマンの人がね、カメラマンの人が帯取ってらしいんでちょっと覚えてない。行こう。ゲームラッシュ。したらちょっと今日集まってもらったんですけど、ちょっとお話があって、ここが最後の勝負っていう、そのギャンブルの最終日を、まあ、ちょっとボスとも話して決めました。はい。それが皐月賞。うん、皐月賞。もうその日でギャンブルおしまい。ギャンブラーズハウスがこれで、1000万到達するのか、それとも、まあ、ま、負けてしまうのかっていう日が4月17日決定です。はい。Okay. もう本当に最後の戦い。いや本当そう。皐月賞で決まっちゃうね。決めましょう。ゼロか。決めましょう。ゼロか1000万。1000万。マジでいけます。いけるんじゃない。でも今までの流れとかわからないけど、うん、なんか起こしてくれるよ。なんか起きますね。っていうのは信じてます。うん、頑張ります。頑張ろう。頑張ります。ね、最後。もうコントラスト勝負気合い入れて頑張りましょう。はい。任せてください。皐月賞最後っすね。え、でも早いよね。短かった。いやマジで一瞬でここまで。マジ早いよね。
ワープした。マジ早い。最後じゃないですか、サツキ賞。そうね。ラスト。提案なんですけど、全員の金額を合わせてバカでかいの狙いたいなと思って。おお。だってトータルで今多分250-260は残ってると思いますよ、6人で。この中の大半占めてんのがね、そう、ボブだから。全然僕としてはもうみんなで最後も数数字合わせて力合わせてみんなで選んででかいやつ取りたいなって思うんですけど、実はもう舞ちゃんから僕連絡もらってて、なんで前回でだいぶまあ残高が8万ぐらいかな、ちょっとはしゃいじゃったもんね、舞ちゃんはしゃいじゃったもん、はっちゃけちゃってはしゃいじゃったから、そうで、その8万を、うん、もうボブに託すからボブが1000万にしてみたいな、あ、そうなんだっていう連絡をもらってて、あれ、あ、個人的 LINE かな、そ で、それがルール的には多分 OK なんですよ、まあ、みんなで1000万というあれだから、はい、だったらもう最後全員でお金バーン集めてバーンでぶっ込んだ方が、うん、でもなんかどういうのが1000万に届くんやろうと思って、うーん、 Win5 は Win5、ルール的にはどういうルールなんですか、ウィンファイルって。その日の指定された5レースの1着を当てる。ああ。だから5回連続で1着を当てる。で、200万使ったら1レース何頭ぐらい選ぶんですか ?7 頭から8頭は選べる。いや、だってウィンファイルで200万かける人っています？いや、いないと。だって外れるかガミるか、倍になる確率が低いじゃないですか、めっちゃ、うん、で、オッズが出ないから、終わって出ないですか、結局終わってみるまで誰が勝つか分かんないから、みんなでみんながいくら、全国の皆さんがいくらかけましたようは出るけど、じゃあこう来たらいくらっていうのは出ない、その1レースごとに変わっちゃうから。ウィンファイブやったことないから、みんなにじゃあ、そうだね、行ってみる、うん、あ、やばいな、画期的すぎるなだってバイチはたくさんやんでしょ、うん、だダニロンと、だ俺が、まあ、ダニロン連絡しよう、ありがとうございます、聞いてみて、うん、やるかどうか、ね、盛り上がってまいりました、やるかやっちゃうか、1000万マジで一番ほんと寒いのは1レースで外しちゃうんです、それはそれでマジで、もうほんと俺多分テレビ壊すテレビ壊すガーン行く逃げる事件ですね、え、でもなんか今グループライン送ったけど全然みんな OK っぽい、マジっすか、うん、とりあえず5レース分でも考えなあかんのか、みんなに5レースとりあえず見てもらって1、2等選んでもらって合わせるっていうのが一番ベストかなと思うんですよね、そうしましょう、うん、でもう腹決めたっす、もうそれでいきます、伝説作りましょう、信じたやつのところに奇跡が来ます、行きましょう、よし、絶対このやらこれはいけるよ行くで、うん、僕も馬券めっちゃ小勝負しようと思ってて、僕ジオグリフなんですね、本命が、みんな願い込めて最後に